石川俊介は、栃木県阿蘇郡九頭町出身の元プロ野球選手、野球指導者、宇藤右内。九頭町立藍沢小学校4年時に、藍沢学童クラブで野球を始める。男女合わせて、総勢15人の弱小チームで大差がついても、泣きながら投げ、当時バッテリーを組んでいた保守は、石川の速球を取るだけで手が痛くなり大変だったと、語っている。その後、 クズ宇宙から、クズ高校に進学して、高校2年時に、本格的に投手へ転校。高校卒業後は、関子新学生野球連盟所属の、上部大学ビジネス情報学部へ進学。4年時の2007年に、大学選手権2回戦で6回コールドカンプー、準々決勝は9円も満塁弾を浴びるなど、敗戦でベスト8、その後の周期リーグでは、 最優秀防御率を獲得し、明治神宮野球大会では準決勝で、同年のドラフト候補の注目選手だった、大場翔太を擁する東洋大学に敗れたものの、12、脱三振の高等で4強入りし注目された。同年秋の大学、社会人ドラフトで、阪神から3巡目指名を受け入団。大学時代の同期には、加賀ッがいる。 2008年7月15日の東京をヤクルトスワローズ戦でプロ初登板し、1回を1、アンダム無失点に抑えた。9月22日の横浜ベイスターズ戦では、5回4、アンダー4脱三振に死球に失点でプロ初先発、初勝利を記録。そのまま、先発ローテーションに定着した。2009年1月30日に結婚を発表した。2010年は、 5月7日に1軍昇格。4試合に登板し、防御率5.79。2軍のウエスタンリーグでは、32試合に登板し4勝6敗、10S、防御率6.65であった。2011年は1軍での登板はなく、ウエスタンリーグでも12試合の登板にとどまった。成績は1勝1敗 1S、防御率5.25であった。 2012年も一軍での登板はなく、ウエスタンリーグでも中継ぎとして19試合に登板した。成績は2勝0敗、防御率0.59であった。10月2日、戦力外通告を受けた。トライアウトに参加するも獲得を申し出る球団はなく、現役を引退。2013年は阪神タイガースの打撃投手を務めた。 2014年から一軍のサブマネージャーを務める。2017年から、打撃投手に戻り、2018年限りで退団退団後は、生命保険の営業マンを経て、2021年4月より、母校の青卵タイト高等学校の公式野球部監督に就任。バランスの取れたフォームは素晴らしいとも評され、そのフォームから投げる、切れ味の鋭いスライダーが武器。他に、 最速時速 140km 台中盤のストレートと2種類のフォークボールシュートを投げる。ありがとうございます。